キング・アマネさんは、韓国出身の元プロ野球選手、野球指導者。2000年二次ドラフトで、サムスン・ライオンズに指名された。2001年に、馬海エイなどとのトレードで、ロッテジャイアンツに移籍した。快速を武器に、2004年内外や守れる、ユーティリティープレイヤーとして120試合に出場し、レギュラーに定着した。しかし2004年秋に、韓国プロ野球界に衝撃を、 与えた、兵役不正免除問題の容疑者となり、軍へ入隊した。2007年に除隊され、ロッテに復帰すると、113試合に出場した。2008年に、北京五輪世界最終予選に出場したが、本大会の最終エントリーには登録されなかった。同年には打率、313を記録し、自身初のシーズン3割を記録し、チームの3位進出に貢献した。 2009ワールドベースボールクラシックの予備選手だったが、最終エントリーには登録されなかった。2010年は、自己最多となる65個の盗塁を記録したが、惜しくも1個差で、リダ・ヤキラとの盗塁を争いに敗れた。2011年は肩への支給で骨折し2ヶ月近く、戦線から離脱したこともあり、86試合のみの出場にとどまった。 2012年は118試合に出場、通算300盗塁を記録した。同年オフに初の FA を行使し、2013年より4年契約で、キアと契約し移籍した。彼の保証選手には、高成民が選ばれた。だが、同年は負傷でわずか47試合の出場に終わった。2014年と2015年も負傷による、 戦線離脱の時期が長く規定打席に達しなかった。2016年4月15日、ネクセンヒーローズ戦で前進のヘテタイガースも含め、キアタイガース史上初のサイクルヒット達成者となった。同年は、自身初となる20本類が100打点以上を記録し、また自身初となるゴールデングラブ賞外野手部門を受賞した。2017年シーズンオフに2度目の FA を行使し、 キアに残留した2020年は、龍アキラ賞に、レギュラー一塁のポジションを奪われ、出場機会が減少。シーズン終了後、2021年放流選手名簿から、外され自由契約選手となった。その後は、現役続行を希望していたが、契約するチームはなく、現役を引退した。2021年から、トサンベアーズのコーチに就任した。 快速だが守備に難があるため、外野だけでなく一塁での起用も目立つ。ありがとうございます。